分かった気になれ。佐伯雄三がパリに行くことになったきっかけは、武者小路実篤の家で開催された白樺美術館第1回展に展示されたゴッホのひまわりを見たことであったと言われています。この時のゴッホのひまわりは戦争で消失しています。この時代パリに行くということは普通の庶民にとっては行きたくても行けない時代です。佐伯雄三はこの時妻の米子、娘の八千子を連れてパリに移住しています。彼は相当裕福だったのです。バラマンクに自分の作品を否定された後、ゴッホが過ごした最後の家、ゴッホ兄弟の墓を訪れています。そしてゴッホの作品を見た後、雄三はゴッホの魂が乗り移ったように描き続けることになります。